DS PDS。おはーみんな、私はミカちゃんよ。シングルマザーのミカちゃん、一つまで可愛いミカちゃん。なんと今日は娘の誕生日、イエーイ。娘娘、誕生日何が欲しい？スイッチが欲しいな。え、なんて言った？スイッチが欲しいって言った。このバカ娘、ママのバカ、スイッチが欲しいよ。幼稚園のみんな持ったらスイッチ欲しい。うちは貧乏だって分かってんでしょ。なんでそんなことも分かんないの、このバカ娘。うらうら死ね、うらうらうら、おえー痛いよママ。ピン。そうは言ったものの、娘に辛い思いさせたくないわ。そんなある時、リカちゃんはタウンワークを見ていた。なんかいい仕事ないかしな。あれ？何これ？日給5万円？なんだって？これはやるしかないわ。行くぞ、仕事だー。って感じで、今からね、クローン人間を作ってきます。イエーイ。はい、もうタイトルに書いてあると思うんですが、あのリカちゃんさんはね、ちょお金がなくてクローン人間というね、バイトをしていきたいと思います。リカちゃんのクローンが できるかっていうね、実験をしていきたいと思います。私にできるかな。できるよリカちゃん。娘のためにもスイッチ買ってあげたいんでしょ。そうだった、頑張らないと。はい、こちらを使ってリカちゃんのね、型を取ってきていただきます。はい、机の上にね、9個のね、油粘土並べました。これをね、ちょっと型が取れるように鳴らしておきます。平らに平らに。はい、ということでね、リカちゃんぐらいのサイズのね、型ができたんですが、ちょっとね、裸で撮るんで、刺激的なんで、ちょっと見せれないですね、リカちゃんの裸は。こうしたらいいのかな。綺麗に綺麗に。おお。あ、でも結構綺麗に取れたんじゃないですかね。はい、ではね、今からグルーガンでね、型を取ってきていただきます。じゃあ手から細かいところからやっていきましょう。多分細かいのはグルーガンでやった方がいいと思うんですよね。よいしょ。あ、結構うまくできてるな。これフライパンでやっちゃっていいっすか。これ全部溶かして。お願いします。すいません。弱火で。結構体の大きいところはこれで。ああ、ちょっとソーセージの色が出ちゃいましたね。はい、ってことで流し終えました。30分ぐらいね、待ちましょう。はい、ってことでね、30分以上経ちました。で、撮ってみましょう。机にくっついてる。頭長くなっちゃったな。さあ、綺麗に撮れるか。あ、でも頑丈ですね。おお、すごい。ひっくり返します。いるよ、リカちゃん。リカちゃんよ。おお、めっちゃうまくできてんじゃないですか。粘土取れば、ちょっと洗ってみましょう。はい、ではでね、洗ってきました。どうですかこれ。なんかダイソーで売ってる光る骸骨みたいな感じになってますけど、なんか暗闇になったらね、光りそうですよね、これ。でもこう見るとなんかエイリアンみたいですね。でも完成度高いんじゃないですか。こう比べてみましょう、じゃあリカちゃんと。ほら、もうどっちがリカちゃんだかわかんないっすよ。カツラ被せればね、多分すごいっすよ。はい、手腕でね、グローガンでね、リカちゃんを作ることができました。ぜひみんなもね、自由研究とかでね、作ってみていかでしょうか。ではでーす！あのません。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよ。PDS T シャツ、レプション発売中。娘、ただいま。お帰りなさい、ママ。実はね、プレゼント買ってきたら、こうして平和な家族が戻ったのであった。